さて今日はですね、皆さん、これは大変です。結構私セブン通ってるけど、史上最強に美味しいセブンデザート発掘してしまいました。本日はその最強デザートの紹介と私のお気に入り、そして気になったものをセブンで購入してきたので紹介していきたいと思います。それではウォッチェケロー。じゃあその最強のものはデザートなので、まずは一旦お気に入り一つ目を紹介するね。これはね、みんなも食べたことあるかもしれないし、もう話題になってるかもしれない。デビーン、アフリー、セブン限定ではないかもしれない、でも本当に美味しくて紹介したいなと思ってゲットしてきました。このアフリゆず塩ラーメンっていうものなんだけど、そもそもタマチューブアフリ大好きなの。アフリ知ってる？ウームの事務所が六本木にあるんだけど、六本木に行った時にアフリも六本木にあるから必ず食べるんです。本当に美味しいんですよ。ちょっとこちらも食べてみましょう。黄金香り油っていうのもついてきます。あー、爆食爆食。中はこんな感じですね。ネギとお肉、あとメンマらしきものが入ってます。柚子皮も入ってるらしい。 Hey Siri、 4分タイマー。よし、オープン。じゃーん。うわ、めっちゃ美味しそう。うー、柚子の香り。付属の黄金香り油かけていただきます。失礼いたします。うー、めっちゃ美味しそうだな。やばい、ちょっとお腹すいた。いただきます。うん、アフリ来たー。麺もこのスープもかなりお店の味に近い。この柚子のね、香りも味もたまらん。うん、麺もコリコリしてて美味しい。お店自体もよく行くけど、結構ね、都内が多かった気がするんだよね。だから私は埼玉県だから、埼玉県でこの味が食べれるなんて本当に幸せでさ。お肉もね、すごいの。結構ね、細かいお肉なんだけど、口に入れた瞬間にチャーシューの香りバーッと広がって、スペシャル豚肉です。柚子塩の本当にさっぱりしたラーメンなんだけど、あの上に乗ってた油をちょろちょろっとかけたのでコクが出て超おすすめです。絶対買ってね、みんな、お願い。そして皆さん、もう次もやばいんです。もう今日のこの動画のメインはこれでしょうっていうぐらいに本当に美味しかったデザート紹介したいと思います。じゃじゃーん、レンジでふわとろフレンチトースト。昨日セブンイレブンで出会って食べたら本当に美味しくて、今までセブンで食べたデザートの中で一番衝撃受けたって言っても過言ではないぐらいに美味しい。タマチューブファミリーも食べたの。みんなこれ美味しいね、大絶賛してた。これ普通のデザートコーナーに置いてあって冷蔵されてるんだけど、なんとこちら、じゃーん、温めて美味しいっていうタイプなのね。で、私は温めて食べたんだけど、この上のバターがもう本当に溶けて、ちょっとバターの塩加減が加わって、このフレンチトーストもふわふわとろとろだし、もう超美味しくて、ぜひ食べてほしい。今食べちゃう。できましたよ、みんな。ねえ、ライリク、いい匂いだね。少し切り込み入れて温めてください。ではオープン、フレンチトースト。うわー、はははは、美味しそう。これは反則だって。うわ、いい香りがする。シロップのいい香り。では皆さん、いただきます。とろとろや。やばい、今もうやばい。こうなんかね、中がトロトロなの。お店のフレンチトーストって感じ。もう本当に生きててよかった。もうセブンイレブンさん、ありがとうございます。超美味しいから、もうぜひすぐに買いに行ってほしい。これ一回食べたら多分やみつきになっちゃうから、みんなリピートすると思うよ。
そして在庫がなくなる。急げセブンイレブンに。パパチューブはあんまりこう甘いものを食べてるイメージがないんだけど、パパチューブも大絶賛してた。これ美味しいね。メープルシロップでちょっと甘さがありつつも、このバターの塩加減がねちょうどいいぐらいに加わってきて、それが癖になるんだよ。なんといっても美味しいのはこのふわとろ感。なんか杏仁豆腐みたいに定番メニューにしてほしい。お願いだから無くさないで。もう辛い、これなくなったらもう無理。続いて皆さん、ここからはですね、私が気になったものをゲットしてきました。じゃあまず気になったもの一つ目、こちら。これ新発売なんだって。胸肉の濃厚とろーりチーズチキン。いただきます。あ、胡椒の香り。うん、ちょっと周りサクサクしてる。チェダーチーズや。チェダーチーズが入ってる。外側はね、部分的にサクサクしてて、胸肉の上にチーズが乗ってる形かな。罪だね。胸肉も柔らかくて、とろーりチーズだからビヨーンって伸びるのかと思ったんだけど、本当に濃いめのチェダーチーズっていう感じです。でもトロトロしてて本当に美味しい。これは夜中とかに食べたくなっちゃう罪深きチキンでした。ごちそうさまです。続きまして、トントロ。はあ、これすごい気になってたんだよね、ずっと。こちらが500ワットから600ワットのレンジで約30秒で完成します。レンジでチーン。ブラックペッパーの香りがポンポンする。あ、本当だ、粗挽き胡椒を効かせたって書いてあるもん。うわ、美味しそう。いい香り。白米と一緒に食べちゃう。いただきます。うん、うん、白米に合うね。割とトントロのこのトロトロ感というかプリプリ感みたいなのあるんだけど、イメージ的にはベーコンっぽいイメージかな。ベーコンっぽいかも。なんかね、結構胡椒が効いてて、もちろん白米にも合うんだけど、なんかお酒のおつまみとかにいいかもしれないです。たまたまチューブ。では続いてラスト1個。ラストがこちら、アーモンドの味わいコーヒーロール。こちらパンで4つ入ってるかな。おー、だからね、どうやら新発売らしいの。あ、すごいコーヒーの香り、美味しそう。ではいただきます。周りに砂糖のようなものがついてて、ちょっとペトペトするので、もし外にいて手で食べる場合はウェットティッシュとかあったら便利かもしれない。いただきます。うん、うん、食べた瞬間にコーヒーの香りがパーッと口に広がる。実は私ブラックコーヒーが苦手です。スタバのカフェモッカとかカフェラテとか、そういうのはねもちろん大好きなんだけど、めっちゃなダビくん、ブラックコーヒーを単品で飲むっていうのはできないんだけど、でも全然そういうコーヒーコーヒーしたものではない。苦味もないね。香りがコーヒーって感じ。コーヒーとあとアーモンドの味になってます。こんな感じ。結構お砂糖がついてるから甘いのかなと思ったけど、そんなこともない。パン自体は中はふわふわなんだけど、なんかちょっと硬さもあって噛み応えがあって、それがね癖になる。うん、これは美味しい。これリピートしちゃうかも。紅茶とかと一緒に食べたいなっていう感じです。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。今まで食べたセブンのデザートの中で結構一番ぐらいに衝撃を受けたフレンチトーストのこの熱量、伝わりましたでしょうか。もうぜひ食べてほしい。本当に気になったもの、これも全部美味しかったけど、この中でまたリピートしたいなって特に思ったのはアーモンドの味わいのコーヒーロールでした。ぜひ皆さん一度セブンイレブンで購入してみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッター、そして秘密のチャンネルも概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。